オジー・デイビスはアフリカ系アメリカ人の俳優、映画監督、公民権運動の活動家、ジョージア州コグデルでレイ・フォード・チャットマン・デイビスとして生まれる。両親の勧めでハワード大学に進んだんが中退し、コロンビア大学で学んだ。1939年にハーレムのローズ・マック・レンドン・プレイヤーズで俳優のキャリアをスタートさせる。1950年に シドニー・ポワチエ出演の復讐期で映画デビュー。当時のアフリカ系アメリカ人の俳優の多くが経験した混乱をデイビスは何度も経験した。彼は演技をしたかったが、当時の黒人俳優が典型的に配役された執事のようなステレオタイプで卑屈な役は演じたくなかったという。そのこともあり、シドニー・ポワチエの後に続けようと、 比較的優れた役に挑んだ。また、特別客車のボーイや執事を演じるときには、その役に一定の重みを与えようと試みた。デイビスは俳優であるだけでなく、メルヴィン・バン・ピーブルズと並ぶ、黎明期のアフリカ系アメリカ人映画監督でもある。また、ビル・コスビーやシドニー・ポワチへと共に、1970年代以前に、ステレオタイプな役を拒否しながらも、 商業的に成功した数少ないアフリカ系アメリカ人俳優である。しかしながらデイビスは他の二人が体験したような商業的、批評的な大成功を収めたことはないためデイビスの顔と名前が一致するアフリカ系アメリカ人は少なかった。そういった中で第一線で活躍する映画監督のスパイクリーは公民権運動の活動家マルコム。 マーティン・ルーサー・キングを盲信的に称えているため、両名と個人的に信仰があったデイビスに出演を依頼。ドゥ・ザ・ライト・シング、ジャングル・フィーバー、セリブの種、ゲット・オン・ザ・バスと立て続けに出演させ、若い世代の間にも名前を広めることに成功した。また、CM のナレーションでも活躍した。1948年に女優ルビーディーと結婚した。デイビス夫妻は、 公民権運動の活動家として有名で、マルコム、ジェシー・ジャクソン、マーティン・ルーサー・キングと信仰が深かった。デイビス夫妻は、1963年のワシントン大行進にも積極的に協力し、信仰役を務めた。さらにデイビスは、マルコム X の葬儀で賛辞を送っている。この賛辞の一部は、スパイクリー監督の電気映画。 マルコム X の最後で再び読み上げられた。また、マーティン・ルーサー・キングへも賛辞を送った。デイビス夫妻は2004年にケネディ・センター名誉賞を受賞した。また、1989年に NAACP イメージアワードの栄誉の殿堂に名前が刻まれた。2005年2月4日、フロリダ州マイアミのホテルの一室で、デイビスが亡くなっているのが発見された。 自然史だった。この時、映画、リタイアメントに取り掛かったばかりであった。ありがとうございます。